2月29日土曜日、阿劇にあるポークプラザ松葉で豚まん教室が開かれました。講師は定期的に豚肉を使った料理教室を開催している松葉さとみさん。子どもたちに美味しくたくさん食べてもらおうと、この日は三重県産桜ポークを使用したこだわりの豚まんレシピを紹介していました。参加した市内外の親子はまず生地作りに挑戦です。まとまった生地は40分ほど寝かせて発酵させます。その間に皆さん豚まんの具材作りを行いました。使用するのは新鮮な引き立て豚ミンチと干し椎茸、玉ねぎで、親子で手際よく野菜を刻み、調味料を加えて粘りが出るまで混ぜ合わせます。そして子どもたちは可愛らしい手で慎重に丸めていきました。具材を包み込む工程では、松葉さんの手元を熱心に見つめる子どもたちの姿がありました。出来上がりを楽しみに皆さん一生懸命な様子です。そして15分間蒸し器にかけます。その間食育講座があり、豚は生まれてから半年でおよそ 100kg まで成長し出荷されることや、大切な生き物の命をいただいているので感謝しながら美味しく食べてほしいと説明がありました。皆さんが協力しながら作った豚まんの完成です。熱々の豚まんを口にした子どもたちは、美味しいです。参加者の一人は、蒸したては格別です、とてもジューシーで美味しかったので家でも作って子どもと楽しみますと感想を話していました。